世界の優勢民営化国へ、公営民営民営優勢民営化は、従来国営で行われてきた優勢事業の組織構成を組み替え、民間企業に改変することである。優勢民営化においては、郵便事業の民営化と郵便局の金融業の民営化が存在する。アメリカ合衆国にはかつて郵便貯金の制度が存在したが廃止された。 廃止直前には利用者が減少傾向にあり ATM 等のオンラインシステムが発達する前であったのでそれほど混乱は生じていないとされるアメリカ合衆国では口座維持手数量を設けることが一般的で低所得者層を中心に金融機関に口座を持っていない人が少なくない民営化批判論者からよく反対論として指摘されることである 郵便事業については、公共企業体により運営。郵政事業を民営化するという法律案はこれまでに2回提出されたが、いずれも成立せず、2002年には一律サービスを民間で行うのは不可能と結論づけ、事実上郵政民営化は断念した状態となっている。一方で、郵便事業は慢性的な赤字経営であり、 職員や日用配達の削減、毎年のような郵便料金の値上げなどを重ねても、赤字は解消されていない。イギリスでは、窓口会社、郵便会社、小包み会社といったように分割されている。貯金事業は、独立行政法人の郵便局とは全く別の、ナショナルセービングにより運営される。ナショナルセービングは店舗を持たず郵便窓口会社に、 業務を委託する形をとる。競合他社との激しい競争により、郵便会社や小包み会社は必ずしも順調な経営状態ではない。2013年10月11日、郵便事業会社ロイヤルメールの株式が民間に公開となり、イギリスの郵政事業は民営化された。オーストラリアでは1989年に公社化。 されたオーストラリア郵便公社が運営する。競争事業者の 250g 以内の新書便は、ポストの4倍以上の料金を請求する規制がある。ポストは小荷物、銀行や政府の窓口業務受託、文房具、放送用品などの分野で、規制のない競争関係にある。売却が議論されている。スイスでは、スイスポストによって運営されている。 ユニークなものとしては、ポストバスの存在が挙げられる。これは、郵便物をバスで輸送し、そのバスに一般の乗客も有料で乗車できるというものである。ドイツの郵政民営化は、日本とは異なり、主に郵便事業の国際化を機として行われたもので、ある。EU 圏成立後、増大する、同圏内での小荷物輸送の需要に応え、ドイツ国内を越えた。 事業展開をより容易にするため、小荷物部門については特に DHL として別会社化し、グローバルに展開している。小荷物以外の軽量郵便については、ドイツポストに独占権が認められている。民営化後、直営の郵便局数が約5000まで激減したため社会問題化した。一方、貯金部門の民営化については、混迷を極めた。当初は、 郵便事業と銀行事業にに分割する予定だったが民営化された郵便銀行が85%の郵便局から撤退を表明したため再びドイツポストの子会社化せざるを得なかったドイツと日本の郵政民営化は経営の民業化にとどまらず株式や資産をも放出するという世界でも珍しい私有化政策ではあるがドイツでは 政府がまだ50%程度は株式を保有している。また連邦制を敷くドイツでは、貯蓄銀行制度において、連邦政府が経営する、郵便銀行が占める割合は小さく、貯金の大半は、州政府など、各地方自治体が運営する貯蓄銀行に、預けられている。この貯蓄銀行は、原則公営であり、町の至るところに支店があり、日本の、 かつての郵便貯金と同じ役割を果たしているのはこちらである。大都市の貯蓄銀行にはわずかながら私立のものもあるが、金融不安や経営悪化を背景に次々と公営化されていっており、貯蓄銀行については公営化が進んでいると言える。一般にドイツの銀行界では公営銀行が占める割合が高く、民間銀行は日本で言えば証券会社に当たる。 富裕層を対象にした投資銀行であることが多い。郵政民営化の概念図日本における郵政の民営化とは日本政府が1990年代末から2000年代にかけて行った郵政3事業を民営化することを目的とした政策である。民営改善の郵便局では郵便配達以外に郵便貯金という銀行業務や 簡易保険という保険業務が行われており、全国の郵便局には、北海道宅殖銀行や日本長期信用銀行の経営破綻により、合計350兆円もの資金が集まっていた。郵便局からこの資金が、日本国政府に貸し出され、日本国政府はこれらを、旧日本道路公団や、住宅金融公庫などの特殊法人へ貸し出す、財政等融資の原資にした。 貸し出された側では、郵便局に集まる、郵便貯金を当てにできたため、費用対効果をあまり顧り見ないで活動ができた。そのため赤字の高速道路が万全と作られるような、状況が生まれた。そこで、ようにした。郵政民営化後は、日本郵政は、今まで払っていなかった、法人税など日本の租税の徴収対象となり、 日本国政府の五層戦断方式政策の対象ではなくなり、一般企業として市場競争にさらされることになった。民営化議論によって郵政四事業として語られるようになったが、従来の三事業に包含されていた郵便局窓口での接客サービスである窓口業務を別事業として区分したものである。 民営化後長らく、日本郵政株は100%日本国政府保有であったが、2015年11月に東京証券取引所第1部に上場された。合わせて、郵貯銀行とカンポ生命保険も上場し、日本郵政から株の売り出しがなされた。1990年代初頭から郵政民営化論に積極的だった。 米国のアフラック生命保険などの保険業界、経済団体と米国政府が毎年規制緩和要求や保険協議などで誘致、漢方の廃止、民営化の要求を日本政府に提示し始めた。2004年9月22日の日米首脳会談でブッシュ大統領自身が直接小泉首相に 郵政民営化が進んでいるかと確認したほど、米国側は熱心であった。郵政省から郵政公社へ1996年に第一次、橋本内閣の行政改革会議が発足し、中央省庁再編について議論が交わされた。翌年8月に出された中間報告では、郵政民営化が政府報告として初めて盛り込まれ、郵便は国営。 郵便貯金は民営化を準備、簡易保険は民営化、という案が出された。しかし最終報告では、郵政3事業は国営を維持させ、3事業一体の校舎で、国家公務員の職員によって運営される、という結論が出された。結果として、国家公務員の校舎という不自然な形となっており、校舎の経営形態を今後見直さないという、条項さえもあった。これには、 自民党の支持基盤である特定郵便局長会、その OB で構成されている大樹の会、民主党の支持基盤である郵政系の労働組合、旧郵政省の官僚らの圧力があった。2001年1月6日に実施された中央省庁再編により、郵政省の郵政行政及び郵政事業部門は、それぞれ総務省郵政企画管理局と、 郵政事業庁に再編された。その後、2003年4月1日に、郵政事業庁が特殊法人である、日本郵政公社となった。財政等融資への委託廃止かつて郵便貯金の資金運用は、大倉省資金運用部に全額予託されていた。この予託金利は、市場より割高に設定されており、その差益は、 割高な貸出金利を特殊法人に貸し出すことで捻出され、結果的にその負担は特殊法人への税金投入という国民負担となっていた。しかし、1997年の第二次、橋本内閣の在党改革により、予託義務は廃止され、優政公社は資金運用を自主運用することが求められることとなった。 だが歓迎である優政公社の資金運用は原則として国債のみに制限されており、これは金融商品の中で最も利回りが低く、このままでは経営が成り立たない。大倉省予託による割高、金利というミルクが享受できなくなった以上、国債以外の金融商品にて資金運用を行うためには経営リスクを背負える組織がふさわしい。結果的に、 郵政民営化は避けられない状態であった。小泉内閣による、郵政民営化、小泉純一郎が、内閣総理大臣に就任すると、小泉内閣は、郵政民営化を重要施策の一つとして掲げ、小泉自身も、行政改革の本丸であると主張した。小泉は1979年の大倉政務次官就任当時より、郵政事業の民営化を訴え、 宮沢内閣時の郵政大臣在任時や第二次橋本内閣の厚生大臣在任時にも訴え続けていた。一方で郵政三事業の民営化は行政サービスの低下につながるとして激しい反対論が野党はもとより与党である自民党内からも紛失し衆議院で否決される事態となった。郵政民営化関連法案は 第162回通常国会で一部修正の上、2005年7月5日、衆議院本会議において、わずか5票差で、過労じて可決されたものの、2005年8月8日、参議院本会議においては否決された。衆参どちらの採決においても、自民党執行部の党議拘束にもかかわらず、多数の自民党国会議員が反対に回っていた。この結果を受けて、 小泉は、優勢民営化の賛否を国民に問うとして、衆議院を解散した。反対派の一部は、自民党を離脱し、新党を結成。その一方で離党せず、自民党に残った議員は、投公人を得られず、無所属候補として、第44回衆議院議員総選挙に出馬することになった。また、優勢民営化に反対した。 国会議員の小選挙区すべてに小泉自民党は対立候補を送り込んだ。これら資格候補を送られ対立した議員の多くは次期政権の安倍政権によって多くの議員が自民党へ復党している。そして9月11日に実施された第44回衆議院議員総選挙では与党でに3の議席を超える圧勝という結果になった。自民党は選挙後 優勢民営化に反対した国会議員に対して、党規委員会で除名や離党勧告などの重い処分を課した。後の特別国会で10月14日に同内容の関連法案が可決、成立された。その後民主党や国民新党などが優勢民営化を見直す法案を提出したが、与党側は現在の法律や制度でも 株式を売却する前に、日本郵政グループの完全民営化に関する見直しを行うことはできるとして、廃案となった。郵政民営化の実現2007年10月1日、日本郵政グループ発足式2007年10月1日には、東京、霞が関にある、日本郵政の本社で、日本郵政グループ発足式が行われた。 グループの持ち株会社となる、日本郵政の西川義文社長、福田康夫首相、増田博也総務大臣に加え、郵政民営化を推し進めた、小泉も出席した。小泉は、発足式の中で、従来は全政党が反対していた、郵政民営化を実現できたのは国民による支持があったからこそであると述べた。民主党政権による見直し民主党。 社民党、国民新党の3党は2009年8月14日、同月30日に投開票される第45回衆議院議員総選挙に向けての共通政策として、郵政民営化の抜本的な見直しを掲げた。政権交代が実現された後、国民新党の亀井静香郵政改革、金融担当大臣が、積極的に民営化見直しを働きかけ、 民営化推進派である西川義文社長が政府と隔たりがあるとして2009年10月20日に辞任を表明した。翌21日、同省は次期社長として元大倉省事務次官である斉藤二郎を起用すると発表した。2010年5月8日、グループ内の約20万人の非正規社員のうち、勤続3年以上などの6万5000人を 正社員として採用すると発表した。また、同月には、総務省の優勢民営化を検証する、日本優勢ガバナンス問題調査、専門委員会による、報告書が出された。当該報告書では、西川の経営手法や、客観的公平性に欠ける取引や、財産の処分が指摘された。2012年4月27日、第180回国会において、 郵政民営化法の改正案が可決、成立した。これによって、2012年10月1日付で、郵便事業株式会社と郵便局株式会社を合併し、日本郵便株式会社として統合することとなった。日本郵政グループの組織図郵政民営化関連の法律では、日本郵政グループを以下の5つの組織に分けている。 資金運営と新規預金や保険、総合口座の残額管理については、郵便貯金銀行、郵便保険会社に移管されるため、長期的には、郵政管理、支援機構は、廃止が、視野に入れられている。ただし、郵政民営化法や、独立行政法人郵便貯金管理生命、保険管理、郵便局ネットワーク支援機構法では、廃止については全く言及がない。 旧官定がなくなった段階で廃止される見込みとあるが、その法的根拠がないため、道路公団のように一時的と考えられた特殊法人が長期化することを予想する声もある。政府の機関としては、2004年5月1日に内閣官房郵政民営化準備室が設置され、渡辺義明内閣総理大臣補佐官が室長を兼務し、 2004年9月27日には、竹中平蔵経済財政担当大臣が、郵政民営化担当大臣に任命され、両名は、郵政民営化の道筋をつける2006年9月26日まで、その任に当たった。日本郵政公社の正規職員は、民営分社化によって5つの新会社に振り分けられた。基本的にこれまで従事してきた業務を引き続き従事。 できるような振り分けとなっている。民営分社化前に、校舎の全正規職員に対し、どこの会社に行きたいか、希望調書を取っており、希望が叶わなかった社員に対する出向、転席の制度が設けられている。また、2009年に設立された j p x プレスを、はじめとした、系列市会社への出向、転席制度もある。 非正規職員は2007年9月30日付で、一旦全員解雇となり、民営化以降これまで従事してきた業務を行う。新会社に引き続き採用となったが、同一の業務に限り雇用保険、賃金、賞与、年給を引き継げる。社会保険は一旦退職、新規で取得となるが、雇用保険は、郵政民営化になっても引き続き、郵便局を事業主とするので、 三年以上勤務している非常勤職員が優勢民営化の時点で退職した場合、解雇や期間満了退職ではなく、自己都合による退職となる。民営化により、これまで使用されてきた職員、非常勤職員の故障が、社員、契約社員、パートタイマーアルバイトと改められた。これにより、アルバイトは、商与の対象から外され、アルバイトから、 契約社員で引き続き働く場合は、アルバイトの部分は、勤続年数に入らず、商用をもらう必要な日数にも入らない。事実上の解約である。分社化により郵便局の局長に加え、郵便事業会社の支店長、官ぽ生命の支店長、郵ょ銀行の店長が新設された。だが、民主党政権による、 郵政民営化見直しによって2012年4月の第180回国会で郵政民営化法改正案が可決、成立したことに伴い、同年10月1日より、郵便事業会社と郵便局会社が、九州合併し、日本郵便株式会社となった。これにより、かつての2社に従事していた社員はいずれも新会社の社員へ移行し、分社化によって、これまで、 同一の建物内でありながら別会社となっていた事業所も再び民営改善の郵便局として一体となった。同時に郵便事業会社の支店長は廃止された。日本郵政公社が所有していた不動産についても民営分社化によって振り分けられた。だが2012年10月1日に郵便事業会社と郵便局会社の統合により これまでの2社が所有していた不動産はすべて日本郵便が所有することになり、これまで別会社扱いとして郵便局会社が郵便事業会社に家賃、光熱費を払って同居しているといった煩わしさから解消されることとなった。日本郵政グループと他社との比較行政改革効果、国鉄、電電公社、仙台公社の民営化を上回る戦後最大規模の 改革とも謳われ、その主たる目的は、財政等融資を廃止することとされている。これにより、約340兆円という潤沢な融助資金を、特殊法人などに代表される、政府機関ではなく、個人や民間企業に融資できるようにすることで、日本経済の活性化が図れるとされている。加えて、これまでは、免除されていた、法人税、法人事業税、 固定資産税、印紙税や郵便事業会社、郵貯銀行、かんぽ生命保険から郵便局会社に支払われる委託手数料にかかる消費税、民営化会社の株式を政府が売却することで得られる収益によって財政再建も図れるとしている。しかしながら、これまで郵便貯金は国債の最大の引き受け手であり、 民間の金融機関と違い長期的に保有することで国債を大量に発行できていた側面があるため、誘致銀行の引き受け額が減少すると国家財政が破綻する危険性が高まるのではないかと不安視する意見もある。他方で小泉内閣発足後に財務省が個人向け国債の販売を開始していることや政府機関が 民間金融機関から貸し出しを受けたり債券を購入してもらったりしていることなどから財政投融資を廃止しても実質的には同様の効果が存続するのではないかと疑問視する声もある自民党は2005年の郵政選挙の際約26万人いる郵政公社の職員が民間人になればその分給与として払う税金が減り政府負担が減少すると歌い 優勢民営化によって公務員が削減され財政再建につながると主張した。しかし優勢公社は独立再産制であるため職員の給与などに税金は一切使われておらず公社職員を民間人にしても政府は人権費負担を抑えることにはならない。また民営化しなかった場合には優勢公社が長期的に見て 全体として赤字転落するとの資産があり、これを理由として民営化による業務効率化、合理化を求める声もある。事実、郵便引き受け数は2001年をピークに減少している。しかし、2004年度末においての郵政三事業は長年赤字であった郵便事業も含めそれぞれ黒字になっていた。2003年4月1日に公社化された際に5年間の 成果を踏まえた上で民営化を論議するという先送り論が出たがこれは無視された。また、公述のような外国の例を挙げて民営化賛成派はドイツを反対派はニュージーランドの例を挙げていることが多かった。事業合理化の可能性国鉄分割民営化と優勢民営化の比較は肯定的な立場だけでなく否定的な立場からも行われた。 JR で見られた赤字路線の廃止、転換のように過疎地の不採算地域での特定郵便局の廃止、統合などサービスの打ち切り、交代の可能性が指摘されている。また、時間外窓口は民営化後は日本郵便による取り扱いとなるため、通常の取扱時間の窓口と受けられるサービスに差が発生することが考えられる。これについては、 民営化後に発足する郵便局会社に対して、郵政民営化に関連する法律や、総務省令では、過疎地でのサービス水準を維持する、容疑無預けるなど、一定の歯止めをかけている。これに対して、日本郵政の西川義文社長や郵便局会社の河茂雄会長は、報道機関によるインタビューの中で、郵貯銀行、 かんぽ生命はそれぞれ郵便局会社との長期的な代理店契約を結ぶことで、現在の2万4000局という郵便局ネットワークは維持されるとした上で、両者の完全民営化の前に収益性の低い郵便局からの業務委託停止、撤退はないとの考えを示している。その一方で、民営化前から、 巨額の赤字を抱えていた国鉄と、郵政事業を単純に比較できないとの主張も存在する。ちなみに、電電公社民営化の際も、過疎地で電話が利用できなくなるのではないか、といった反対意見が出された。国鉄では6つの地域会社と、貨物会社に分割民営化されたが、郵政3事業では事業ごとに分割民営化し、地域ごとの分割は行われない。これは、 郵便事業は鉄道事業に比べて日本全国均一のサービスを行うことが重要視されているためである。また国鉄民営化と異なる点として郵便事業ではライバルとなる民間企業が過疎地や離島などでも宅配便やメール便のサービスをすでに実施しているため郵便が営業範囲を縮小したとしても新書を除いて他の民間企業が その減少分をカバーできるとされている。しかし、貯金、保険事業については、利益が見込めないなどの理由により、郵便局以外の金融機関がもともとなかったり、経営合理化などによって撤退された地域では、国鉄ミニエカで発生した鉄道空白地と同様に、金融空白地ができるのではないかと警戒を強めている。郵便局の廃止に関しては、現実に、 いくつかの郵便局が廃止されており、簡易郵便局においては、民営化直前に一時閉鎖や貯金、保険業務の廃止が相次いでいる。しかし民営化後は、局数も増加し、郵便局の数という点では、利便性が高まっている。民営化の前にも簡易郵便局の減少を危惧した、日本郵政公社が、 2007年1月から受託料の40%から50%弱引き上げ、窓口端末や防犯カメラなどの設置費用の、公社負担などを実施していたが、あまり成果を上げることができなかった。これは、民営化によって効率が上がったわけではなく、当時、関郵便局の主要な、引き受け先である各地の農協の統廃合や、個人受学者の高齢化などに加え、 官郵便局が民営化に伴い、業務内容や設置方法等が大規模に変更され、法的根拠のある受託業務は郵便事業のみとなったことにも起因している。民営化後に新規に官郵便局を設置する場合、銀行業務と保険業務を受託することが非常に困難になる。また、民営化後は設置者によっては、一般の利用が不可となるケースがある。 これらを危惧した自治体が実質的に自ら簡易郵便局を開設する動きもある。ただし、郵便局会社も民営化前のサービス水準を維持させるため市町村合併により使用されなくなった公民館や役所など道の駅、警備会社が別荘地などに設置している出動拠点、鉄道の無人駅などへ簡易郵便局を新たに 設置する構想を打ち出している。また、災害発生時に被災地に対して派遣される移動郵便局者の台数を増やし、日本全国で一時閉鎖されている約400局の簡易郵便局の機能補填を行うため、近隣に郵便局がない地域での定期巡回を行う考えも示している。加えて、 特定地区にあるいくつかの簡易郵便局を郵便局会社の従業員が定期的に巡回し時間帯や曜日を限定した営業を行う定期会局の導入も視野に入れている。また、グループの持株会社である日本郵政により過疎地の郵便局ネットワーク維持のため赤字補填を目的とした1兆円規模の基金も設置されている。郵便事業に関しては 分社化による業務管理等の問題から休校者時代より段階的に集配郵便局を再編した。例えば、東京、鹿児島、沖縄の一部離島では従来島にある郵便局ごとに行っていた集配業務を本島の支店が設置した集配センターや隣接する島にある支店に統廃合をした。また、山間部を配達する従業員は 新聞社から委託を受け新聞と郵便の配達を合わせて行っているが、配達が昼過ぎになってしまうことから、住民からは不満の声が上がっている。過疎地の集配センターでは、従業員の数が削減され、郵便物の配達時間が遅れたりするケースも出て、きたり、非集配局への降格のために、悠々窓口が廃止されるところも発生した。書き留めや、 U パック等の当日再配達の受付締め切り時刻が大幅に短縮され、日中留守にする過程では事実上再配達が翌日以降になってしまう。ポストの郵便物収集回数が一日一回となってしまった悠々窓口を利用できないなどの声もある。また U パックの収貨機能が弱体化した結果、他の運送事業者へ切り替えざるを得なくなった事例も報告されている。 一方で、一部支店では、書き留めや、U パックの配達開始時間を早朝から始めたり、集配センターから支店を経由せず配送したり、するようになった地域では、従来より、郵便物の届く時間が早くなっている事例もある。なおより一層の業務合理化を目指すため、従業員数の大規模な削減と契約社員化が、報道されている。貯金事業に関しては、 料金区分が変わったため一律ではないものの、おおむね隠し手数料が値上げとなっているのは民営化により民間の銀行と同じく印紙税を負担しなければならなくなるための措置である。また、従来は再三度外しとも言える料金だった普通合わせの手数料も値上げされており、定額小合わせでは1枚あたりの発行手数料が従来の10円から100円となったため、 為替の額面金額と同額、またはそれ以上の手数料がかかる場合が発生している。これらの価格改定については、休校者は民営化前より告知していた。また、休校者時代より、現金自動預け払い機の撤去計画を進めており、ATM の夜間、土日利用に、サービス手数料を課金する動きもある。これまで禁止されていた、郵便局舎。 庁舎の賃貸業務が可能となることから、いわゆる一等地にある都市部の郵便局を再開発し、高層ビルなどに建て替えたり、集配郵便局の再編により窓口業務のみとなった無集配局において、従来は集配業務に当てていた場所を活用し、コンビニなどのテナントを誘致することなどができるようになり、賃貸収入が得られるようになるといった利点が論じられている。 すでに一部の郵便局内にはポスタルショップとしてローソンや AM、PM などのコンビニが出展しているほか印刷などを請け負うポスタルスクエアの出展も進んでいる。しかしこの動きに対して建築学的に貴重な局者が安易な再開発によって失われるとの懸念の声もある。分社化の影響ミニエー化によって三つの事業会社と窓口会社に分割された。 従来から電子メールなどの普及により発生している郵便事業の損失分を郵便貯金、簡易保険の収益で補うという不透明な会計が行われてきたことから分社化により郵便事業の事業合理化が期待されている。すでに国際スピード郵便の利用を企業に対して積極的に促すなど郵便事業本体の収益性を高める取り組みに加え ジャパンポストシステムの導入による集配業務の生産性向上を目指した取り組みも行われている。また、日本郵便が日本通運と宅配便事業の統合も視野に入れた包括的な業務提携を結ぶことで合意しており、ペリー管便と U パックが手を組むことで互いの長所を活かし合いながら業界内での競争力を高めようとする動きも見られている。しかし、 一方で手紙、はがきといった郵便物を適切な料金で全国一律に配送するユニバーサルサービスの維持も続けなくてはいけないため合理化と公的なサービスとの両立が課題となっている。事業ごとに分社することはかえって非効率化やサービスの低下になるのではないかという考えもある。例えば、郵著銀行や官保生命の直営店が設置される。 各地の中央郵便局などの大規模な局舎で担当会社ごとに仕切りを作る内装工事が行われたり ATM が郵便局会社と郵貯銀行で分担して管理が行われているがために備え付けられている封筒を郵便局会社と郵貯銀行で違うものを用意したりなど過去の制度に比べて業務ごとの区分が厳密になる分社化によって 従業員が取り扱える業務は、それぞれが所属する会社の業務のみに限られるため、これまでは、郵便の配達員に、年金の受け取りや簡易保険の保険料納付を頼む、ことなどもできたが、このような会社間をまたぐ業務の取り扱いが不可能になる。また、時間外窓口は、民営化後は、日本郵便による取り扱いとなるため、 通常の取り扱い時間の窓口と受けられるサービスに差が発生することが考えられる。なお、国鉄分割ミニエーカでは、それまで全国一社で行われていた事業が地域ごとに分割されたため、複数の会社間をまたがって走行する列車では、直通便の削減や会社協会ごとに運行区間の分割などが行われた。例えば、 直通列車がなくなったことで乗り換えを余儀なくされ、それが原因で利用者が減少したにもかかわらず、利用者が少ないという理由で減便、配便されたという見方も存在する。民営化法案では、民営化後10年以内に、郵貯銀行とかんぽ生命の株式を完全に売却することが定められている。このため、郵便局においてはこれまでの郵貯銀行と、 かんぽ生命との事業に制約されない新たなサービスを期待する意見がある。例えば、既存の金融機関や保険会社が郵便局の窓口ネットワークを活用できるようになるといったことである。すでに首都圏にある一部の郵便局では、損害保険会社の自動車保険を損害保険代理店として受託販売している。その反面、 直接の資本関係が立たれるため、これまで全国どこでも郵便局に行けば受けられた、郵便貯金と簡易保険の業務を郵便局が必ずしも受託しなくても良いということにもなり、特に貯金業務、簡易保険業務に関して、採算の取れない地域では、郵便局があってもサービスを受けられなくなる可能性があるのではないかという意見も根強い。 外国資本の影響優勢民営化に対しては、米国からの強い要求も存在した。2004年10月14日に公表された、日米規制改革及び、競争政策イニシアティブに基づく日本国政府への、米国政府要望書には、日本優勢公社の民営化の要求が明文で記載されている。米国政府は要望書で、自国保険業界の意向に沿う形で、 官報郵便事業から切り離して完全民営化し全株を市場に売却せよと日本に要求している。郵政民営化について政府の郵政民営化準備室と米国政府関係者との協議が2004年4月以降18回行われ、うち5回は米国の保険業界関係者との協議であったことを2005年8月5日の 郵政民営化に関する特別委員会で大門三木氏参議院議員の質問に竹中平蔵郵政民営化担当省が答弁で明らかにしている。さらに2005年3月に発表されたアメリカ通商代表部の通商交渉政策年次報告書には2004年9月に閣議決定した内閣の設計図に米国が勧告していた。 修正点が含まれていると述べられ、米国政府は、米国の韓国で、郵政民営化法案の骨格が書き換わったことを、公文書に記載している。国民新党は公式サイトにおいて、ハゲタカファンドによる350兆円の資産強奪が目的であり、米国では、我が国に民営化を押し付けておきながら、自国では、国営の郵便事業を守り続けている。 郵便庁に勤務する約86万人は公務員で大統領委員会は今後の公的機関が郵便事業を行うのが望ましいと結論付けている。公営は時代遅れという言葉が我が国の虎の子国民の財産である350兆円を奪うための虚偽宣伝であることは明白との見解を発表している。 2005年の郵政解散翌日のフィナンシャルタイムズにも日本はアメリカに3兆ドルをプレゼントと題する記事が掲載された。そうした、ユーが外資に乗っ取られるとする意見に対し、高橋大一はそのようなことはあり得ないと反論している。その理由として、ユーは民営化により銀行法上の銀行になるが、 銀行には三つの主要株主規制があるからだとしている。その他すべての広告媒体においてモデルの吉村美希をイメージキャラクターに起用していた。テレビ当初は郵便局の CM の終盤で少し告知する程度や民営化、分社化の準備として行われた2007年5月4日から5月6日のオンラインサービス休止前に 告知 CM を流した程度に留まっていた。ナレーションは、賠償千恵子が担当した。その後、民営化が2ヶ月後に迫った8月中旬頃から、郵便番号を10.1もうすぐ民営化と題した、郵便局は民営化後も従来通り利用できることを伝える CM を放送し、民営化直前となった9月中旬頃からは、9月30日の、 オンラインサービス休止の告知 CM と JR 各社や日本タバコ産業発足時のように新会社を周知させる一人を愛せる日本へと題した日本郵政グループの企業 CM を放送していた新聞2007年7月1日には全面広告郵便番号10.1もうすぐ民営化が8月16日には民営化 文社化についての情報を詳細に説明した全面見開き広告が全国紙、地方紙にそれぞれ掲載された。9月18日には、一人を愛せる日本へ、と題した全面広告を掲載し、民営化についての意気込みを紹介した。パンフレットチラシ2007年8月17日から順次、全国の家庭、事業所に対して、 民営化についての情報をまとめたパンフレットが配達された。発送部数は全体で5756万部となった。また、簡易生命保険の契約者に対しても民営化についての情報をまとめたパンフレットが配達された。郵便貯金の契約者に対してはパンフレットは配達されなかったが、簡易生命保険用のパンフレットともに郵便局に 置かれていたため、自由に受け取ることができた。加えて、民営化後の郵便サービスについての情報をまとめた、パンフレットや、郵政サービス全体についての情報をまとめたチラシ、郵貯銀行のサービス、手数料についての情報をまとめたチラシも置かれていた。インターネット公式サイトでも民営化、分社化について詳しく説明されていた。ニュージーランドでは、 1987年に政府の行財政改革の一環として、これまで郵便、郵便貯金、電気通信の3事業を取り扱ってきた郵便事業省の民間企業への売却を前提とした分割、公社化が行われた。郵便貯金事業を担っていたポストバンクは1989年にオーストラリアのオーストラリアニュージーランド銀行グループに売却された。 この結果、公務員数の削減、優政事業への税金投入の全廃を達成した。また、独立再算政と民間の参入の自由化により、効率化を迫られた郵政公社は、徹底した経営の効率化を迫られ、郵便窓口の外部委託や、配達業務の外部委託などを採用し、郵便料金の長期据え置きを実現している。 郵便窓口業務を民間委託しているため、営業時間の延長や顧客態度の向上など、大幅にサービスは向上した。また郵便窓口数は、政府との合意により、最低窓口数規定を取り決め、実際には、最低窓口数より、多くの窓口を開設している。しかし一部の農村地域等では、金融業務、 勇者業務を持たない金融空白地帯を生じた。これにより国民から勇者の復活を求められニュージーランド労働党と旧連合党の連立政権は2002年に旧郵便事業を担ってきた公社化されたニュージーランドポストに対して郵便局の窓口を利用した金融機関キーウィ銀行を100%子会社として設立させた。ハンガリーは 国営のマジャールポシタが郵便事業を行っているが、郵政民営化と上場が検討されている。民営化の行方は、ヨーロッパ連合の郵便事業の規制緩和と関連しており、2011年頃に民営化する見通しであったが、未だ実現していない。ありがとうございます。